2007年4月、にちゃんにこんなスレが立てられた。会社でうんこ漏らした。ふう、ふう、ここまでくれば。お、マリサ久しぶり、そんな汗かいてどうしたん？ゲロでも吐きそうなん。大丈夫？いや、大丈夫大丈夫。最近運動してなかったからちょっと走ろうと思ってな。なるほど。運動には縄跳びが効率ええらしいで。ほら、ちょうど二つ持ってるからレッツ縄跳びブラザーしようぜ星。なんでこんな時にこいつと出会うねん。しかもなんで縄跳びに積もってんねん。あと記号の星に星って声に出すなよ。どうした？ほらほら、遠慮しやんでええで。おう。そう、マリサは仕事周りで街に出ていた。だが、急な便意に襲われてトイレを探すが公共のトイレはどこも都合よくしよう不可。街中で大胆にブリブリブチチするわけにもいかないので人気のないところまで猛ダッシュしたマリサ。しかしそこにはこれまた都合よく久方ぶりに会う友人の姿が。会社でうんこ漏らした。これはもう本気で人生終わった。了解うんこ漏らし。うんこマン？朝お腹の調子悪いのにトイレ行く時間なかったのが敗因。一元気出せよ。勝因だなう。状況を詳しく。そんなことぐらい気にするなようんこ垂れぞう。ブリブリブリ、お。これで忘年会新年会のネタはバッチリだね。週一でやってる打ち合わせ中すかしっぺしようとしたら水っぽい音が鳴り響いたう。これは終わったう。その後の反応詳しく。ちょっとおならするお、ブリブリブリ。大丈夫、きっとバレてないよ。漏らした後の処理詳しく。反応自分ブチュクチャクチュみんな？みんな自分みんな自分みんな自分。臭いのだわ。そこで泣き崩れたらフラグだったのに。会社、やめた方がいいよ。っていうかこっちはうんこマンじゃなくてうんこウーマンなんだよ。うんこウーマンう。うんこウーマンう。うんこウーうんこう。うんこウーマン大好きよ。繰り返し集合の丸うんこう。やうんこう。うんこうまんって映画のタイトルみたいだな。なんというクソスレ。クソスレと聞いて飛んできましたう。スカートじゃなくてジーパンを開いてたのだけが心の支えう。もちろんその後トイレにダッシュだよな。お前らうんこって言うなよ。そんなうんこうんこばっか言ったら位置がかわいそうだろ。うんこう。その場はみんなスルーだったんだぜ自分もバレてないセフセフと思ったんだよ。セフセフなわけねえだろう。どう見てもあわう。つか、ロズキがいれば大きなアピールになる元気だぜ、な。トロクイーンのスレは、ここですか？ブユッブユッセルー。一瞬課長が吹き出したけどみんなスルー、その後30分ほど続いた打ち合わせをなんとか乗り切ったんだよ。ここで凡人ならすぐトイレ駆け込むだろ？けど我慢してやったうすぐトイレ行くとさっきの音の犯人にされそうだからなう。バーロー特定されてるに決まってるだろう。お前、女かもしれないけど男だなう。匂いはどうしたんだよ。男を見た。こいつできる。明日から会議の時に課長一君、トイレは行ったか？と毎回聞かれるはず。30分ほど我慢したらお昼休みだったんだようで、15分前に弁当注文するわけをいつもカレーばっかり食べてるグループがみんな幕の内を同様に理由聞かれてなんとなくとか答えてたうんこ漏らしたのバレてたのかと思ったわ驚かせやがって。どんだけポジティブなんだよ。なんだ、バレてないじゃぬ。心配しなくても明日から新しいあだ名ついてるよ。お昼休みまで乗り切って即トイレ直行したひょっとしたら気のせいかなって思ってたんだけどやっぱり漏れてたうパンツはおぶつ入れにあざーすー。オン出てるのに気のせいはないだろう。新昼間からノーパンで仕事かよう。久々に VIP クオリティを見た。お前ネットとはいえに削りすぎはろたう。これが VIP クオリティ。トイレ出たら課長が出現ウェウニコと書いてこんなこと言いやがったうドンマイケル不覚にも爆笑ういきなり何言ってるんですか課長面白いとか言ってやったう。課長のセンスに脱帽ういい上司だな。いい上司ういい課長すぎて泣けたう。で、課長はパンツをお持ち帰りっと。課長素敵すぎる。ナブラドンマイケル。こそこそうんこうまんって言われるよりいいじゃないかう課長ナイスだ。俺もこんな会社就職してよ。ポジティブー。テラポジティブーかっけゆ。絶対バレてるだろ完璧に合わう。こいつバカすう。ランチ終わって席戻ったらデスクの上にセイロ丸の瓶置かれてたう何このぬくもりてう。ブルルルルー。置いたのは課長だろ。その会社いいなう。なんとありがたいう。なんかもういろんな意味で一に勝てる気がしない。
俺大学卒業したら1の会社に就職するんだ。まあそんな感じでギリギリバレてない雰囲気のイベントがいくつかあった。お昼過ぎて外回り行ってた20歳の雑魚男が帰ってきたんだけど、この若造がまた空気読めないう帰ってくるなりなんかシュークないっすか。もう全員失笑、自分も逆にクスッう課長だけ爆笑。その男、いい仕事するなう。雑魚男空気読めう。課長、クスった人ごとかよう。そんなこんなで今辞表書いてるんだけど、これどう書けばいいの。明日からもう行かないと思うんだけど、郵送でいいよね。ちょ、なんとやめんなよ、いい課長なんだからう。ダメだう、とうとう増えたう。考え直せ、その課長の下なら明るくやっていけるはず。いい課長じゃないかう、今時そんないいとこないぞう。今やめたら、うんこ漏らしたって認めることになるぞう。気にせず仕事続けるんだう。移動を要求じる。頑張れうんこ。便所に移動だなう。私仕事辞めたら結婚するんだ。死亡フラグじゃねえかう。お前にはムーニーマンがいるのか。その課長と結婚なら衝撃なんだが、いい家庭になる気がする。結婚のきっかけ答えにくいわう。結婚式の司会は空気読めない20歳の雑魚男。呼ばれたよ。会議室でうんこが出会いかう。まさに臭いものには蓋をしたついでに墓まで持っていきたい慣れ初めでございました。このスレに追うよ。次郎、この度一身上の都合により記者を退職させていただくことになりました。業務の引き継ぎにつきましては、〇〇さんに私の担当していた業務内容と手順書の方を渡してあるのでよろしくお願いします。急なことになり挨拶にも行けず申し訳ありませんでした。平成19年4月11日うんこ。斬新う。いたずらと誤解されて捨てられるわう。名前う。この度一区訴状の都合によりだろ。これからその会社ではうんこ漏らすことを一身上の都合って言うんだろうな。うんこう。そして翌日、新しいスレが立てられた。昨日会社でうんこ漏らしたから辞表出したのに却下されたう。人生始まったなブラ。もうやめて。昨日のうんこだろう。本当は電話で済ませようと思ってたのに、けじめつけようと来社したう。会社着くと先に来てた先輩たちが楽しそうに話してたのに、自分が来た途端あからさまに黙り寄る。びっくりパーティー計画してる予感う。びっくりパーティーう。テラポジティブう。やめさせないとは上司やるなう、周知かう。先輩 A や、おはよう先輩 B、 おはよう自分、おはようございます先輩 A、 先輩 B、 自分なんか言えよう。いつも昨日のドラマの途中の CM の話でも盛り上がるようなテンションじゃねえかう。完璧びっくりパーティーフラグ。でもさあせんう、今日で退職するんでう。市場なんて辞表を提出したかが気になるなう。そして全体調令う、課長 A、 季節の変わり目です。体調崩さないよう気をつけていきましょう。何気ない言葉が胸に刺さる。お腹冷やしちゃってほんとすんませんう。もうこの際、おしっこも漏らしちゃえよ。これから毎日漏らしたらやめさせてもらえるかもよ。そして朝礼後、いよいよ課長に辞表提出。自分課長すみません、突然なんですけど課長、課長昨日のことか。確信ないからって何かまかけてきてんのう。そんな誘導尋問引っかからねえよう。課長はきっとド S だなう。もちろん水に流してください、ことがことなだけにって言ったんだよね。ね、自分実家の事情でちょっと続けられそうにないので、課長うんこくらい誰でもするんだしさ、そんなに気にしないでって。長男ここに来てもろいっちゃってんのう。なんてこったいな、ぶらばれてたう。まあ水に流れないこともあるってことだな。課長誰でもうんこするけど、打ち合わせ中にはしないよう気にするよう。自分へ、いや課長とりあえずもう少しよく考えて。自分、はい課長、一応これは預かっておくから、はい。とぼとぼ席に戻ってルルマイナスオウムマイナスルルってなってたら、また空気読めない20の雑魚さん下が絡んできやがったう。雑魚昨日は災難だったスネウっていうか、てめえ打ち合わせの時いなかっただろうが、なんで知ってるんだよ、シャープオウムビキビキ。20歳のやつ、いい味出してんなう。雑魚どんまいです、〇〇さん頑張りましょう。こいつ見下のくせにいいやつキャラかよ。深くにもうるっときたわう。自分へ、うん雑魚こ自分ありが。クソワロタウ。作中。くだらねえよ。ありがとぶもなかったように。うこいつその後も他の人と話しててもうんてつくたびに後ろにこつけたしやがる。小学生かようとか思ってたら、そのことで課長にマジ説教されてやんのうざまう。お前の会社は小学校かう。ざまうとか言えない立場だろお前う。1ってさいくつなん。26。なんつうか26でクソにそたれてんじゃねえよ。雑魚に下剤仕込んでやれ。そんなこんなでお昼休みうトイレ行ったら、なんか人がちょっと集まってた。話題の中心には昨日捨てたパンツがう。時間差攻撃う。しかもなぜかトイレの入り口付近まで出てきてたう。さすがにこれはねえだろう。ベロッコでは1のうんこ。バロー。なんかだんだん関係ないはずの俺が泣きたくなってきた。掃除のおばちゃんも昨日のゴミ残しておくなよ。自分のパンツに人が集まってる隙に弁当や直行。いつも5分は並ぶのに即買えたう。持ち弁当なんでサラダと野菜ジュース獲得。なんか俺がうんこ漏らしたみたいな錯覚に陥って報告見るのが恥ずかしくて辛いんだがう。富田圭也な事件だったね。まだうんこが見つかってないんだろ。今課長から電話来てる。超フラグ。内容詳しく。こんな時間にかよう。
チックショー。課長なんだって？職場のメンバーで口飲み会行ってた。でどうだったのか、だ。結局会社残留決定しかも辞めないでくれって説得されてるうちになぜか給料ちょっと上がった。別にそんな理由で辞めたいわけじゃないのに運が向いてきたかも。まさに運ことはこのことか。給料上がったとかうマジかう。すげえなう、よかったじゃぬ。ねえ、今どんな気持ち？うんこ漏らしてよかったと思う？パンツは掃除当番のおっさんが片付けてたう。なぜかみんな拍手してたう。自分も拍手送っといたう。うちの会社バカすう。うんこ漏らして給料上がる会社は違うなう。うんこの会社に就職してよ。自分も拍手ってお前のことだろう。それで今日飲み会だったんだけど、おつぼね的先輩の絡みが死ぬほどうざかったう。謎のパンツの件、自分が犯人だと思ってるのか、まるさん矢印パンツ片付けた神災難だったわよね。社会人にもなって自分のパンツ人に片付けさせるなんて最低ね、みたいな会話を自分にしてくる。その先輩確信犯だろうなんて鬼畜。そいつの机の中にうんこ付きパンツ入れてやれよ。みんなだいぶお酒も入ってきた頃、課長が暴走。課長、そういえばさ、うんこくんかな、この間の打ち合わせの時うんこ漏らしたよな。うちょ、ここに来て何もろ言っちゃってんの。空気読めないのはそのピンクの水玉ネクタイだけにしてくださいよ。うは、思うよ、おうしうてうき歌う。ピンクの水玉ネクタイバロス。自分何言ってるんですか課長。笑い、課長隠さないでいいんだって、もうバレてるし。課長、しかしうんこくんかな、もううんこするんだな。笑い、追いハゲてる場合じゃないぞ課長。訴えたらハゲ、課長からただのハゲにクラスダウンするってこと知っとけよ。課長弾けすぎる。うんこ美人だろう。課長も突っ込みたくてしょうがなかったんだな。20歳雑魚、やっぱり噂は本当だったんすか。自分違うって言わしたくん。笑い、前もいい加減空気読め読み下が。シャープオウムビキビキ、お前だけ本名出すぞ。おい、シャープオウムビキ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 、苗字出てるー。てらいはしたう。課長も、あそこまで否定するならみんな追求するのはやめような。自分ダッシュオウムチックソウ、なんか私が負けたみたいな雰囲気で締めてんじゃねえ。そして岩下、ウコン頼んでんじゃねえよ。ウコン、ウコン吹いたう。岩下絶好調だなう。岩下がどこまでも低レベルな嫌がらせを。そんなこんなで飲み会終了。二次会は若いメンバーでカラオケだったけど、正直な話ちょっとうんこしたかったんでおいとましてきた。またうんこかよう。お前どこまでう。して、今日のうんこ報告は？勘弁に頼む。今日は普通だ。これから1話トイレ行くたびにまたうんこかって思われるのかう。ちなみに昨日の電話は課長の辞めないでって説得だった。その時給料ちょいアップイベントがあった。課長、君がいればうちの会社に運がついてくるんだよ。説得しといて大カミングアウトとか課長なんしてんのう。うんこの力すげえ。まあ、ぶっちゃけ会社で漏らしたの2度目だったんで比較的傷は浅かったんだけどね。今日1回目くすく。おわたくそわろた。何やってんだう。常習犯かよう。なんというネタバラシう。うんこ漏らして仕事辞めた俺に謝れ。むしろ一も辞めちまえ。一回目の時は辞めようと思わなかったのか。一回ならまだ大丈夫とか思ったのか。うんこクオリティ高すぎう。